ほう、そこの陰陽師、残念だな。宴はたった今終わったんだ。でも少し物足りなかったから来てくれてちょうどよかった。そうだな、次の宴が始まるまで暇つぶしに勝負しないか。そんな真剣になる必要はない。これはただの遊びだ。とは言っても勝負が決まるまで遊びは終わらない。勝利という最高の味付けがあった方が獲物はより美味しく食べられるだろう。さあ始まるよ。